田大学、慶応義塾大学を志望しているけれど併願校どうすればいいか迷っている皆さん、現役総計生のお二人がどこを受験したのかと、その併願校の結果を今日は教えてくれます。この動画を見ることで併願校の決め方だったり、どういうことに注意して決めればいいのかが分かるので、最後まで見てください。合格サプリ編集部、早稲田大学文学部2年、カナダです。早稲田大学創造理工学部1年の大野です。慶応義塾大学法学部政治学科2年の村林です。では早速、併願校はどこだったのか教えてもらいましょう。大野くんはどこを受験しましたか？第一志望に国立の大学、第二志望に早稲田大学創造理工学部、第三志望に他の国立大学など、国公立大学と私立大学と大学校を志望しました。国公立、そして私立、いろいろ受けたんですね。そうですね、はい。大学校を受けてるのって結構珍しいと思うんですけど、大学校を受けた理由はありますか？入試日程が早く合格が決まるので、その合格によって受けるは私立大学の数を減らせると思ったからです。あ、大学校って結構受験日が早いんですね。そうですね、受験が11月や12月にあって、1月には合格が決まります。もう年が移る前に受験が終わるってことですね。そうですね、すごい早いですね。じゃあ村林くんはどこを受験しましたか？僕は現在通っている慶応義塾大学法学部政治学科を第一志望にして、私立大学に的を絞って受験しました。センター利用も利用しました。なんか私立に絞った理由はありますか？私立大学に絞ったのは、自分が数学が苦手だったので、苦手な数学の勉強に時間を割くよりかは、得意な文系科目に時間を割いて集中的に勉強した方がいいかなと思ったからです。なるほど、じゃあもう文系科目に絞って、もう最初から私立しか受けないっていうつもりで勉強していたんですね。はい、そうです。はい、私立大学を受けたということなんですけど、具体的にはどの大学を受験しましたか？慶応義塾大学の学部2つ、早稲田大学の学部3つ、上智大学の学部1つ、そしてセンター利用で明治大学の学部2つです。ではここからは併願校を決めるときに何を重視して選んだのかを聞いていきます。大野くんは併願校を決めるときにこれを大事にしたというものは何かありますか？第一志望の大学の入試に注力したかったので、なるべく地元で受けられる大学を選びました。地元で受験会場がある大学を選んだということですかね？そうですね。それは名古屋の大学を受けるということではなくて、東京にある大学が名古屋で受けれるようになっているということですか？そうですね、それも関東にある小大学校、防衛大学校、東京理科大です。関東にある大学が名古屋で受けれるということなんですね。はい、それはすごい便利だと思います。地方出身の人はそういうところも注意して選ぶと移動が減っていいですね。村林くんは何に気をつけて受験しましたか？自分は気をつけたポイントが2点あって、1点目が受験日を3日以上連続させないことで、実際2日連続の受験でも体力はかなり疲れたので、それは正解だったなと思います。そして2点目が、自分が通う大学を妥協したくなかったので、通うつもりのない大学や学部は受験をしなかったということです。確かに私立単眼にすると何日も連続しそうになりますよね。だからもう受ける大学や学部を決めるときに、受験日はいつなんだろうというところまで考えてから決めれるといいと思います。ではここで気になる受験結果を聞いていこうと思います。大野くんはどうでしたか？結果はこんな感じです。第一志望の国立の大学は不合格で、第二志望の早稲田大学が合格でした。この結果って、受験終わった時に思ってた通りですか？受かったなと思って実は落ちてたみたいなのか、逆に落ちてるかもなと思って受かったとか、そういう気持ちってどうでしたか？第一志望の国立の大学は受かると思っていたのですが落ちていて、逆に早稲田大学は落ちてると思ったら受かっていました。あ、じゃあもう受験結果は予想していたのと結果が違っていたってことですね。そうですね。それどうでしたか？じゃあ自分が早稲田合格したっていうのを見た時どう思いましたか？驚きました。というのも、同時に見ていた東京理科大の入試が落ちていたからです。じゃあ東京理科大の結果をこのタイミングで見るっていうことは、結果出てすぐ見なかったってことですか？そうですね、第一志望の入試に注力したかったので、第一志望の入試が終わるまで見ませんでした。逆に結果が気になって他に勉強に集中できないってことはありませんでしたか？確かに心配でしたが、第一志望の大学のことだけ考えていたので、第二志望の合否にはあまり興味がありませんでした。この結果見て理科大落ちちゃってるなと思ったんですけど、それで何か原因とかありますか？あまり入試の対策をしてこなかったのが原因だと思います。過去問とかあんまり十分にやれませんでしたか？そうですね、少し舐めていたところがありました。併願校ってなかなかね、手回らないがちですけど、ちゃんと勉強しないと落ちちゃいますよね。そうですね、実感しました。はい、そうですね、これから考える人はちゃんと併願校の勉強もできるようにスケジュールを組むといいと思います。じゃ村林くんの結果も聞いていいですか？はい、感じです。私も私立単眼なんですけど、結構併願校めちゃくちゃ落ちてしまっているんですね。でも村林くんもほとんど合格じゃないですか？これって何か秘訣ありますか？さっき言った通り、自分は通うつもりのない大学や学部は出願しなかったので、一つ一つの受験校に対して過去問演習などしっかり勉強に時間を割けたと思います。
じゃあ本当に行きたいと思う大学と学部だけを選んだので集中力が続いたってことですね。はい、そうですね。そういう選び方もいいですね。あと浪人を考えてなかったので集中できたっていうのもあると思います。まさに背水の陣って感じだったんですね。はい、そうです。なるほど。今結果をこのように2人とも見てきたんですけど、第一志望の受験が始まる前にやっぱり合格ってあった方が安心しますか？そうですね、早い段階から防衛大学校の合格が決まっていたのでとても安心して他の大学に臨みました。自分も第一志望の入試の前にセンター利用の結果が分かっていたので安心して本番に臨みました。なるほど。私も第一志望の前にセンター利用が合格してるっていう結果が出てて結構安心できたので、やっぱり第一志望の前には一つ何か合格があると安心材料になるかもしれません。今日は2人にどこの大学を併願したのか、それとその併願校の結果はどうだったのかを聞いていきました。この動画を見て皆さんがどのように併願校を決めるのか、その時の注意点が分かってくれたら嬉しいなと思います。この動画が良かったなと思う人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。